衣装も終わった後、蔵王温泉にちょっこら風呂に入り移動しております。山形ビッグウィングから車で走ること30分弱ぐらい、エコライン蔵王温泉に向かいます。見えてきました、蔵王ロープウェイ、恋人の聖地だってさ。わお。じゃあもうちょっと走って温泉の方まで行ってみます。ご到着でございます。蔵王なんたら温泉です。ロープウェイの駅で、その上にリフトがあるんじゃないかな、お釜に行く。これより先は撮影禁止。このようなところに行ってきます。待たせてもらうの、もうね、もう一回楽しかった、ぴょん。ビリーもなんかやってますよ。すごい大興奮してる。本気で走る。スイッチが入った。マグリンカム。マグリン違うよ。一人そこじゃないよ。マグリンこっちだよ。カム。マグリはマグリ。マックス。暑かったですが気持ちよかったですね。そうですね。実は2つの温泉をはしごしてきました。なぜならば、なぜならば1つ目は本当に源泉で暑かった。洗うところ何もない、何もない、入るだけの温泉だったので、やっぱり一日外にいた私たちとしては汗を流した後に体を洗いたかったんですね。そういうことですね。ということで2つの温泉を満喫してきて今帰りです。今日もまた車中泊。山形ビッグウィング独唱会場のグランドにてしずしずと美味しいものを食べに地元の居酒屋でも行きます。ダメだ俺。